午後5時、とあるところに行きました。そして今日は急にお誘いしたキビト君、これなんすか、このイベントって何なんだろう、まあ、振りますよねそう、何なんだろうっていう感じの、なんかね、すごくおしゃれな若い子たちと、ね、こんなじいちゃんばあちゃんがほどよくなるじいちゃんばあちゃんもいるの、無料イベントだから、あとワンちゃんもいる。はい、あ、うわ、すごい、ここズドーン、最高だ最高だ、これ。とりあえずあれじゃないですか、これお酒探さないと、この雰囲気にはお酒が必要ですね。でもちゃんと、あ、ごめんなさい、サングラスした、これ必須なんですよね、医療貿易で。あ、本当だ。你好，你们是什么品牌？新都市的，新都市的。哪里学的你？我们这边发中文合作开的店。啊，是吗？五方，对。哦，这里可以订货的。对，这是我们的价格。这是货价格还是什么？这个是原价，啊、原价，然后这个是活动价格。对，19元。めちゃくちゃ安い。いいんじゃない？それさ、今それ買っといてさ、後でオリジナル作ればいいじゃん。確かに。然后我们的店就在后面，你看，啊、那二楼就是我们五帮的店。哇，好地方。今天晚上有课。那对，いろいろイベントがあるらしいですよ。すごく営業トークも素晴らしいですね。こういうやる気のあるブランドが必要ですよね、これからはね。中文。ちょっと。对。我们都会拍摄。我会做 video。我原来是 PD。哦。对。他的 WeChat。对。俺自身は交換しないでキミ君に連絡先を投げていくというこのスタイルこれからは何でも売れる時代じゃないし、こういうちゃんとした営業、商品説明大切ですよね。まだ絡まれてる、まだ絡まれてる、あ、終わった、バイ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 。いや、いいブランドさんですね。いい感じ。なんか今時の若いブランドって感じだね。多分5、6回選択したらちょっと何か支障は出ると思うけど、出るだろうね、まあ、出るだろう。それでいいです。はい、ヨガしてるやべ、ヨガしてる。ちょっと取りづらいけど、男士理髪現場で88元カットしてます。でここが面白い美容院さんで、週末になると夜店を閉めてですね、店舗内でパーティーをやるんですよ。でライブミュージックをかけたりとか、結構面白い業態ですよね、これ、まあ、髪型の方向性はこんな感じの髪型、ちょっとね、長いけど髪が長いから、ちょっとこの髪型は厳しいわ。じゃあ行って、じゃあ行って、この状態自撮りきつい。ちょっと美味しい。美味しい。美味しい。No worries。シェシェ。サチュー。ジュース。さあ来たで。来たで来たで。これ。ユージ君に撮る。これどう？これ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 。これ贅沢でしょ。いいの？これでいいの？飲んでいいの？はい。はい、じゃあ。乾杯。あ、めちゃくちゃうまいな。フルーティーだ。私だいぶ酔っ払ってまいりましてですね、この天気とこのお酒の濃さでちょっともうヘロヘロ状態でございます。今は友人のランダムイベント、日本人の方も最近目にすることが多いと思います。ニコ&さんとかでも販売してるんで、お買い上げですか？これ L、 あ、 L だね。そう、かわいいんですよ。なんか女性もかなりいけるデザインになってるから。彼も一応友達の友達なんですけど、まあ面白い。いいっすよね。幸せ、もう幸せですよ、本当こういうの。お、ご購入ですか？
っちゃおうかな。おいいね、やっぱお酒の力っていいっすね。勢いで買っちゃう。モンキーお前スーピンで。お来ました、ご購入でございます。お酒の力は怖いものがございます。お酒とこの天気は人の財布を緩くするというこの商売一番あれですね。地味にもうここで買ったの2個目。あ、そう俺も買ったし何パン食ってもいい。すげえ消費者。あ、なんか美味しそうね、パン。フライドポテトとか出せばいいね。フライドポテトのね、唐揚げがないんですよ。それがおかしいと思う。あとハイボールがない。日本のあれじゃないですか、飲食店さん出したらいいんじゃないですか。こういうの僕紹介しますんで、ぜひあの参加されたい方はご連絡をいただければ。見てくださいよ、これこういう風景でイベントできる企業さんってないんじゃないですか。本当にすごい、まだ少ないと思います。ぜひぜひ楽しい上海。どうしよう、こんなもう酔っ払ってるのにまたもう一杯飲んでるっていう。めっちゃ DJ やりたい、ね、これ最高ですよ。この繰り返しますが、この天気とこのお酒の感じはやばいです。そしてこのむちゃ濃いこの IPA、 細っ。これ俺帰れるかな、はい、もうあの僕のスタビライザーも効かないぐらい酔っ払ってます。またこれ見て、これビールの色じゃないし、これ、はい、もう面白い彼と一緒のところで買いました。はい、何種類ファ、バースファイユエ、ジュース一杯、乾杯。はい。88元で髪も切ってくれてお酒プレゼント。最高だな。バイバイ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 。じゃあね。今日の動画すいません、あの。編集なしの垂れ流しになる。しょぼいよ。寒い。あんまり酒飲むなって注意されちゃった。多分体感温度これ23度ぐらい。そうですね。そんなもんだ。長袖でも暑くないし。今日はね、長袖大丈夫。見てくださいこれ。この夜景ではない上海のこの。この服装でちょうどいい。ね。気持ちいい。これはね、贅沢ですよ。たったビール2杯で。こんだけ楽しいね、最高ですよね。クッションとかが置いてあるんですよ。でみんなあのゆったりできるというか、今日は天気も最高だし、最近雨ばっかりだったんですけど、本当だったらお酒がバカ進みする危ない気候ですよ。でもこんなに景色がいいっていうのはこれはすごいね。俺初めてこんないいフリーマーケット。確かにフリーマでもないもんね。住んでるとこっち来なくなるけど、こうやって来るとこの川沿いっていいなって思います。すごい贅沢だと思うよ、ね。